そうですね、久しぶりにスターターになったんですけど、まあ、最初からアグレッシブに行こうと思ってやったんですけど、あまりなかなかシューティングでリズムに乗れなかったので、まあ、その分他のところで、まあ、ディフェンスのところとかもそうですし、イージルックスのところも得点取れたんですけど、まあ、試合の流れとしてはやっぱり中盤は良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、出だしと最後がやられてしまったなというのは思います。ちなみにスターターとして出場することはいつ今日の朝です。その時の気持ちというか、いやもう普通によしやろうっていう感じです。一方でこの試合は渡辺優太選手と日本人対決だったんですけれども、渡辺優太選手と対戦しての感想とそれからなんか渡辺選手の試合前にやるのかなとあれば。あ、そうですね、まあ、彼からまず僕のジャージが欲しいってことで言われたんですけど、やっぱそうやってこういう、まあ、レイカーズというチームに、ね、こうやって入れることで、こういうこのすごいヒストリーがあるチームとやってるチームの一員なんだなというのがこう実感してきたので、まあ、そういう中でこう、まあ、今日はまだ負けてしまったんですけど、まあ、これからもっとチームいろいろ直して勝っていけたらいいなと思いました。まだ3試合なんで難しいと思うんですけど、特に今日はメンバーがちょっと違ったので難しいと思うんですけど、このレイカーズチームで八村選手のどういった仕事が求められると。まあ、そうですね、まあ、もうどっちかというとオフェンスもそうですけど、オフェンスではもっとアグレッシブにいけって言われてるんですけど、まあ、ディフェンスの部分でももっとアグレッシブにやれということで、まあ、そういうツーウェイプレイヤーとしてしっかりやらなきゃいけないんじゃないかなと思うので、そこはそうですね、話している中でまあ、そのチームのそういう感じの雰囲気が出てきました。